エンド SD40T-2 はアメリカの GM エンドが製造した6同軸の電気式ディーゼル機関車である。車体形状はフードユニット、軸配置は3軸台車の CC 型。搭載するディーゼルエンジンの出力は3000馬力である。1974年4月から1980年6月の間に312両が製造された。s d 四十から二の 超大トンネル対策仕様であり、SD45T-2 と共にトンネルモーターと呼ばれるが、正式には SD40 から2の冷却システム変更版とされ、エンドのマニュアルにもその旨が表記されている。SD40 から2。車体後ブラジーター上にファンが3つ見える。SD40T-2。車体後ブラジーター側面の吸気口は下にあり、上にファンはない。 超大トンネル対策仕様の最大の特徴は、ラジエーターの冷却風の取り入れ方法にある。通常仕様では、ラジエーターファンのグリルは、車体後部の側面上側にあるが、超大トンネル内で、天井付近に滞留する高温の排出ガスを、冷却風として取り込むと冷却能力に影響が出てしまうため、吸気口を車体側面のデッキの高さに置くことで、 新鮮で清涼な空気の吸入を可能とした。当初は、デンバーリオグランデウェスタン鉄道、サザンパシフィック鉄道とその子会社の計算者が保有していたが、各社の合併により、SP 鉄道に集結した。後に、SP はユニオンパシフィック鉄道と合併したため、全社がアップに継承されている。2005年から各社にリースされている。ありがとうございます。